おはようございます。はい、今日の一日は結構、いろんなことがありそうなんで撮影していきます。今のところの予定はまず午前中、新横浜スケートパークで拓也とケン君っていう人と滑って、その後ルイスの友達と合流して、中華街に行ってスケボーします。やばい、朝から声がガラガラや。そんな感じでスケボーしたり、いろいろしてるところを動画で撮っていきたいと思います。とりあえず、最初は新横浜で拓也と、ケン君と滑ります。では、Oh, fantastic. 行きます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おにぎり買ってきました。何でもいいって言うんです。健康志向。ありがとうございます。玄米おむすび。玄米おむすび。横浜スケートパークに着きました。ここで、1時間か2時間ぐらい滑って移動します。で、たっくん、できなかった。多分良かったっす。ぎこちないけど一応ニュートリックゲットしました。玄米おむすびツナ昆布。はい、これから中華街に向かいます。
ここは何駅だ。はい、中華街に着きました。はい、今駅の前でルイスとルイスの仲間たちを待ってます。ルイス来たー、久しぶり。I'm not kidding, bro. I'm literally crying. I'm so proud. うつぼでめちゃめちゃテンション上がってる。How's the quality? Beautiful. Nice and crispy. ライアンって人です。はい、ルイスとルイスの友達と合流してこのスポットに来ました。そう、中華街の中華街レッジ。まあちょっとだけここで滑りたいと思います。もう無理。Look at your back. Good job. 素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。え、飛行機は？おい。スケートセッションの後の階段がしんどすぎる。ああ。あれ高いやつだもん。あれ？だって下あんな感じだったじゃん。もう勘違い。あれはバカやろ。で、あれやったんあいつ。多分あれじゃん。拓也があれやったんやね昔。頭悪いあいつ。タクヤこれやったんお前。これやったん。でも超急。下まで行ったな。やっば。どう。可愛い。え？バレへんがな。おいちゃんさ。ケイト。待って、当たるんだけど、あそこ、普通に。痛い痛い
絶対痛いやん今の。セクシーショット、あれが戦いの証やで。